IBDIBD は現代のパブリック・リレーションズの創始者であると考えられている。パブリック・リレーションズという語は1897年のイヤーブック・オブ・レールウェイ・リテラチュアの序文で見つけることができる。IBD はジョージア州シーダータウン近郊にて1877年7月16日にアトランタの名家であるメソジストの牧師。 ジェームズ・ワイドマン・リーの子として生まれた。アイビー・リーはエモリー大学で学び、そしてプリンストン大学を卒業した。リーは新聞記者、特派員となり、ニューヨーク・ジャーナル・アメリカン、ニューヨーク・タイムズ、ニューヨーク・ワールドといった新聞でジャーナリストとして働いた。リーが広告責任者として初めて仕事をしたのは1903年であり、市民連合の仕事だった。彼は、 ザベストアドミニストレーション、ニューヨークシティエバーハットという書籍を表した。その後、民主党全国委員会の仕事を引き受けることになった。リーは1901年に結婚をし、子供を3人も受けた。ジョージ・パーカーと共に、合衆国で3番目となる広告会社である、パーカーリーを1905年に設立した。新会社は、正確性、信頼性、顧客の利益をスローガンとした。 彼らは大統領選でアルトン・パーカー判事を要する民主党本部の広告の仕事を行ったが、セオドア・ルーズベルト再選の前に敗れた。パーカーリーは4年も持たなかったが、リーは広告業界で最も有力な先駆者の一人となっていた。リーは1906年に自らの哲学を発展させて行動規範宣言を表明したが、これは パブリック・リレーションズがクライアントへの義務のみならず公的な責任を持つことを示した最初のものと言える。同年に発生したアトランティック・シティ鉄道事故では情報が錯綜する前にリーは会社を説得して自らが書いた最初のプレスリリースとみなされる声明を発表させた。リーは1912年にペンシルバニア鉄道からフルタイムで雇われたがこれは 役員レベルの職位に置かれた最初の広報であると考えられる。実際、リーは VP レベルのパブリック・リレーションズの職務、内容説明書の原案を作成している。1919年には広報コンサルティング会社、Office IB リーア＆アソシエ o ツを設立した。第一次世界大戦の間、リーはアメリカ赤十字社の広告責任者を務め、後に、 代表の補佐官となった。リーは小説家ウィリアム・エス・バローズのおじにあたる。アイビー・リーは脳腫瘍で1934年11月9日に57歳で死去した。1914年、スタンダード・オイル社で起きていた最短作業員の大規模なストライキ発生後、ジョン・ロック・フェラー2世とその家族のイメージを上げるために、リーはパブリック・リレーションズを担当した。 コロラド民兵によって発砲された人たちをストーブをン事故の犠牲者としてリーが報道しようとしたためアプトン・シンクレアはポイズン・アイビーと罵った。それ以降リーはロックフェラー家と彼らの企業の利益を伸ばすために忠実に働いた。これは自身のコンサルティング会社を設立した後で最層であった。建築予定のロックフェラーセンターに予定していた名称に反して 彼らの姓をつけるように彼は最初に提案した。ニューヨークに住んでいた1921年、合衆国の外交問題評議会の最初の評議員の一人となった。リーはロックフェラーにはパブリックリレーションズについて助言した。遅かれ早かれ民衆は気づいてしまうので真実を言ってください。そして民衆があなたがやっていることが気に入らない場合は、 ポリシーを変更して民衆が望むものとのラインに合わせてください。この話は良い評判と悪評の両方を作り、リーによって拡散された自己宣伝の作り話であるとも言われた。1913年から1914年の間の鉄道運賃の値上げの反対運動をうまく収めたことによりリーは現代のパブリックリレーションズの父であると考えられる。リーはパブリック リレーションズとは、企業が民衆へ方針を伝えるのみではなく、同時に民衆の関心を受け取ることで成立すると考えており、これを双方向交通と名付けていた。しかし、実際にはリーは一方向のプロパガンダとも言える、宣伝にも関わっていった。死の直前とも言える1934年、ナチスドイツの企業 IG ファルベニン,ンドストリーの仕事を調査していた疑いにより、 アメリカ合衆国議会で論争の的となり証言を求められた。リーはジョージ・ウェスティング・ハウスやチャールズ・リンドバーグ、ジョン・ダブデイビス、ウォルター・クライスラーらのパブリック・リレーションズのアドバイザーを務めていた。リーはベスレヘム・スチール社で仕事をしていたとき、その経営者に対して以下の有名なアドバイスをしている。最も重要な項目を並べるのを毎日行い、 時間が許す限りその順番に仕事に取り掛かってください。経営者のチャールズ・エム・シュワブは、これまで受け入れたアドバイスの中で最も有益だったと言い,い、後で2万5000ドルをリーに支払った。上記のアドバイスは現在、アイビーリーメソッドと呼ばれ、有名なライフハックの一つとなっている。その内容としては、前日のうちに翌日達成したい事項を5から6個。 書き出し、重要度順に並び替える。そしてそれらのタスクを順番に一つずつ取り組んでいく、というものである。この方法を用いることで、いわゆる決定疲れを避けることができるという、ありがとうございます。